どうも、石川です。はい、これより登録販売者過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、南関東ブロックの東京、神奈川、千葉、埼玉、2020年度の問い61から問い70までの過去問について解説をしていきます。過去問については、下の概要欄からダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひご利用ください。はい、それでは早速始めていきましょう。問い61番です。風邪及び風邪薬に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということでやってまいりました。第3章ですね。はい、ということで第3章特にですね、最初風邪薬のところ、いろいろ聞かれてきますので、ぜひですね、皆さん風邪についてはですね、しっかりとマスターしておいてくださいね。はい、ということで答えはですね、4番となります。 A は正解です。それから B も正解ですね。そして C、酵素酸はということで、体力中等度またはやや虚弱で、多くは腹痛を伴い、時に微熱、それから寒気、頭痛、吐き気などのあるものの、胃腸炎、それから、風邪の中期から後期の症状に適すとされているよとあるんですけど、これの記述に関しては酵素酸ではなく、ちょっと前に書きました、サイコ軽視糖に関する記述です。はい、サイコ軽視糖については、まずはこう寒気とかね、こういうとこポイントです。何かというと、軽視というのがありまして、軽視、軽皮、使う部位はちょっと違うんですけど、まあ、中に入っているのは軽視ではなく軽皮なんですが、で、簡単に言うとシナモンと思っていただいていいと思います。で、そのシナモンのように、シナモンの香りがする、すごく香り豊かなものなんですけど、そのシナモンってこう香りだけではなく、いろんな食品とかに入ってますよね。なので、そのいろんな食品の中でこう体を温める、よくこうシナモンティーとか、お茶の中に入れて楽しまれる方もいらっしゃいますよね。なので、体を温めるような働きがありますので、寒気に使っていったりしていきます。そして、吐き気。吐き気っていうのは、こう上、下から上に込み上げるようにこう出てきますよね、吐き気というのが。なので、こちらのサイコというもの、サイコ剤、サイコという生薬に関しては、こう上に上がってきたものを下に落としてくれるような役目があるので、なので吐き気、上に上がってきたものを下に落としてくれるような役目があるのが、こちらのサイコの特徴になります。はい、そして、サイコ軽視糖に関しては、風邪の中期から後期に使っていきますので、いつ使うのかというところもポイントになります。はい。で、先ほど出てきた酵素酸に関してなんですけど、酵素酸は、この素というのはシソの素ですよね。なので、シソが入っています。素用という、生薬で、シソが入っておりまして、なので、シソっていうのは、こう、食べ物の殺菌とかによく使っていきます。なので、生物のお刺身とかに、こう、ツマでついてたりとかもしますよね。はい。なので、そういった殺菌作用、要は胃腸関係のこう殺菌に使ったりもしますので、特にそういった胃腸がすごく弱っているような方に対して、使っていきます。そして、そんなところではいつ使うのか、風邪の初期ですね。なので、夏風邪とかでなんかお腹痛いなとかってなってるようなタイプの人にですね、初期症状に使っていくのがこの酵素酸になります。なので、酵素酸、その他にもですね、たまに聞かれる、前に一回だけ聞かれたことがあるんですけど、血の道症にも使えますよということも出てきたことがありましたので、一応頭の片隅に置いといていただいて、ポイントとなるのが今書いたようなところとなりますので、ぜひそのようなところをですね、中心に覚えていただき、ここら辺覚えましたら他のところも少しずつ見るようにしてあげてください。はい、ということで C はですね、酵素酸の記述ではなく、サイコ軽視糖の記述になりますので押さえておきましょう。はい、ということで、C は誤り、そして D は正解なので、4番が正解となりました。はい、では次行きましょう。問い62番です。風邪薬の配合成分とその配合目的の組み合わせのうち、正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。まず A なんですが、ブロムヘキシンは解熱鎮痛の目的ではなく、ブロムヘキシンは、去痰成分となりますので、去痰を目的に、痰を取り除くのが、目的となりますので違います。
B は正解、そして C、クロペラスチンなんですが、クロペラスチンというのは、こちらは非麻薬性の鎮外成分、咳を止めていく成分となりますので、なので、巨端ではございません。なので C 誤り。ということで、答えは4番が正解となりました。はい。では次行きましょう。問い63番です。あ、ちなみになんですけど、この62番のようなこういう問題、この南関東ブロック好きです。よく出てきますから。なので、いやー、こういうの苦手だなという方も多くいらっしゃると思うんですけど、ぜひこのあたりですね、成分名を見たときにこれが何の成分なのかっていうのがちゃんとわかるようにですね、しっかりとトレーニングしておいてくださいね。はい。ということで、次行きましょう。問い63番です。解熱鎮痛薬及びその配合成分に関する次の記述の成分について正しい組み合わせはどれかということで、はい。こちらも答えは4番となります。はい、まず A なんですが、ピリン系の解熱鎮痛成分としてアスピリンやサザピリン、これピリン系ではなく非ピリン系って言ったらいいんですかね。まあ違いますよね。非ピリン系って言ってもいいんですけど、ピリン系ではなく、こちらはですね、サリチル酸系でしたよね。そうですよね。サリチル酸系なので、アスピリン、サザピリンというのはサリチル酸系だったんだなというところを思い出してあげていただきたいと思います。はい。ということで A は誤り。それから B なんですが、アスピリンを含む一般用医薬の解熱鎮痛薬は、インフルエンザにかかっている15歳未満の小児の解熱に対して使用が推奨されるようダメでしたよね。15歳未満は絶対に使っちゃいけませんでしたので、外傷候群というのが示唆されるんですよね。なので B は誤りとなります。はい。そして C。生薬成分の磁流は、つづらふじ科の大つづらふじの、つる性の、茎。および、根茎をとかって書いてありますけど、これ違います。磁流というのは、ここに書いてみました。磁流はミミズです。土の中にいるミミズですね。土の流と書いて磁流と読みますので、ミミズです。なので、ここ違いますよね。フジ科、ツツラフジってフジ科の、植物になってますので、なので、これはですね、防衛に関する記述になりますので、違います。ということで C は誤りですね。はい、そして D は正解となりますので、4番が正解となりました。はい、では次行きましょう。プロスタグランジン及び解熱鎮痛薬に関する次の記述の成分について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。A は丸。それから B、末梢におけるプロスタグランジンの酸性抑制は、循環血液量と、腎血流量を増加させますよとあるんですけど、これ×です。何が違うかというと、循環血液量は増加するんですが、腎血流量はこれ減少していきますので、そこが違います。はい。ということで、ここしっかりとですね、テキストなのでもう一度確認しておきましょう。B は誤りとなります。はい。それから C はですね、これ、解熱鎮痛薬は頭痛の症状が現れないうちに予防的に使用することが適切ですよとあるんですけど、予防的に使うことは好ましくございませんので、C は誤りとなります。はい。それから次、D です。解熱鎮痛薬の座薬と風邪薬の内服薬の併用は、それぞれ吸収の部位が異なるため、影響し合うことはないよう、そんなことはありません。影響し合、体の中に入るのは一緒なので、影響し合ってしまいますから、D は誤り。ということで答えは2番が正解となりました。はい。では次行きましょう。問い65番です。眠気を促す薬及びその配合成分に関する次の記述の成分について正しい組み合わせはどれかということで、はい。こちら答えは1番が正解となります。サイコカ、リュウコツ、ボレート。また漢方薬出てきましたね。いやー、漢方薬、そうなんですよ。漢方薬、生薬に関しては、今後も主題がどんどん増えてきます。そうなんですよ。増えてきますよ。そうなんですよ。なので、言い切ってるじゃないか。いや、そうなんですけど、なぜかというと、登録販売者の関係の偉い人が言ってたんですよ。増えますよっていうのを。なので、そういった意味ではね、どん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 増えてきますから、そういった意味ではしっかりとですね、皆さん、頑張って勉強していただきたいんですけど、で、そんなサイコア、リュウコツ、ボレートは、体力中等度以下で、心身が疲れ、血色が悪く、時に熱感を伴うものの貧血などなどに適用されるよと書いてありますけど、こちら、
最古か龍骨母霊刀の記述ではございません。最古か龍骨母霊刀に関しては、例えばですね、キーワードとしては高血圧の随伴症状とかに使いますよとかっていうのがよく書かれていますので、こういったところキーワード拾ってあげてください。で、それ以外にも最古か龍骨母霊刀というのは、これも精神不安があったりします。そうなんですよ。なので、精神的なストレス抱えてる人に結構使ってきます。なので、動悸だったりとか、不眠だったりとか、そういったものを伴っているような方に対して使っていきますし、あとは、何ですかね、神経症、あとは、更年期などのですね、神経症にも使ったりとか、小児の夜泣きとかにも使ったりしますので、そういったところをですね、ぜひいろいろ押さえていただきたいなと思います。で、神気人に関しては、ちょっとこちらにも書いてみました。特にキーワード拾って覚えていくというところであれば、血色が悪いよというところですね。あとは、熱感を伴う、貧血の方に対して使ったりしていきますので、そんなところですね。書いてある文章なんですけど、一応、ポイント、キーワード拾っていくと、こういうところをですね、しっかりと押さえていただきたいと思うので、なので、今回のこの記述に関しては、神気人に関する記述になりますので、A は誤りとなります。はい、そして B です。ジフェンヒドラミンには、脳内におけるヒスタミン刺激を高めて眠気を促しますよとありますけど、これ高めるんではなく低めますので、なので、B は誤りとなります。はい、そして C、ブロンバレル尿素を含有する、催眠鎮静薬は胎児に障害を引き起こさないため、妊婦の睡眠障害の緩和に適していますよ。ダメです。胎児に障害を起こしちゃいますので、妊婦さんには使えません。なので、C は誤り、そして D は正解となりますので、1番が正解となりました。はい、では次行きましょう。問い66番です。眠気防止薬の主な有効成分として配合されるカフェインに関する月の記述の成分について、正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。A、副作用として動悸が現れることがありますよ。そうですね。カフェインというのは、使いすぎますと動悸出てきちゃいます。それから、腎臓におけるナトリウムの再吸収促進作用があり、尿量の増加をもたらしますよ。ということで、これ再吸収を促進したら、尿量は減少します。でも、カフェインというのは、尿量は増加します。取りすぎますと。なので、尿量増加しますから、これ再吸収は促進ではなく抑制となりますので、ここのところ十分に気をつけてあげてください。はい、そして今度は C は正解となりますので、脳に軽い興奮を起こさせますので、ということで、答えは2番が正解となりました。はい、では次行きましょう。問い67番です。鎮雲薬の配合成分に関する月の記述の成分について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。A は正解、それから B、スコポラミンは、肝臓で代謝されにくいため、抗ヒスタミン成分と比べて作用の持続時間が長いですよとありますけど、スコポラミンというのは肝臓で代謝されやすいです。なので、抗ヒスタミン成分と比べて作用の持続時間が短くなっちゃいますので、ここ誤りとなります。はい、そして C は正解ですので、答えは1番が正解となりました。では次行きましょう。問い68番です。鎮外巨体薬の配合成分に関する次の記述の成分について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。A は正解、それから B、ジプロフィリンは、ということで、ジプロフィリンというのは、こちらはですね、キサンチン系の成分です。ジプロフィリンというのは。なので、カフェインと同じような働きがあります。で、こちら、咳を抑えるよという、まあ、確かに、何ですかね、このジプロフィリンというのは、気管支を拡張させて、咳とか、辛い人に対して、アプローチすることができますので、延髄の外装中枢とかにはアプローチしませんので、B は誤りとなります。はい、それから C、メトキシフェナミンは、これは粘液成分の、顔料比を調節していきますよ、痰の切れを良くしますよ、これ巨痰薬ですよと言ってるんですけど、これ巨痰薬ではありません。メトキシフェナミンは、これはアドレナリン作動成分となりますので、C は誤りとなります。はい、ということで答えは3番が正解となりました。はい、では次行きましょう。問い69番です。
鎮外巨大薬に配合される生薬成分に関する次の記述の整合について正しい組み合わせはどれかということで、この鎮外巨大薬は結構漢方薬出てきますので、しっかりとですね、漢方薬、生薬確認していきましょうね。はい、では答えはですね、2番が正解となります。A は正解です。それから B、爆問堂は、ヒメハギ科の、糸ヒメハギの根とありますけど、こちら、爆問堂の記述ではございません。これ、ヒメハギ科の糸ヒメハギの根を使っていくのは、これは、音字に関する内容です。音字です。音字ですね。そうなんですよ。なので、これ、記述は、爆問堂の記述ではなく、音字の記述になっちゃいます。ちなみに、爆問堂に関しては、こちら書いてみました。ユリ科の、蛇のヒゲの根の膨大部を使っていきます。よく、庭先とかの、この木の周りとかに、こう、何ですかね、造園しているようなお家とかはですね、この蛇のヒゲ結構、ブワーっといっぱい入ってたりとかしますので、ぜひ、その、根っこなんだなというところ、このあたり、Google とかで調べていただきますと出てきますので、しっかりとちょっと確認していただくといいのかなと思います。はい。あとはですね、次行きましょう。なので B は誤りですね。そして C、ゴミ紙は大箱科の大箱の、前奏を使いますよとあるんですけど、これ違います。大箱の前奏に関しては、大箱です。子供の時遊びませんでした？大箱っていうのは、なんかこう、綱引きみたいな感じで、ブチブチとかってやったりとかしたことはあるんじゃないかなと思うんですけど、そんな大箱、に関しては、これ、生薬は、斜前奏です。斜前奏にあります。なので、これ違います。じゃあ、ゴミ紙というのは、こちらですね。松ぶさかの、朝鮮ゴミ紙の果実を使っていきますので、なので、ゴミ紙、この記述違いますので、C は誤りとなります。はい。ということで、D は正解で、答えは2番が正解となりました。では次行きましょう。問い70番ですね。口腔咽頭薬、うがい薬、およびその配合成分に関する次の記述の整合について正しい組み合わせはどれかということで、はい。こちら答えは4番が正解となります。A、ラタニア、これ正解となります。それして B も、クフゲドクとクフゲドク酸とかあるんですけど、これも正解になります。そして C、トラニキサム酸、これも正解になります。そして D、デカリニウムに関しては、これは、殺菌消毒成分になりますので、粘膜組織の修復を促す効果とかっていうのはございません。炎症を生じた粘膜組織の修復を促す、作用を期待して配合されているようなものに関しては、例えばアズレン、スルホン酸、ナトリウムとか、そういったものが該当してきますので、D は誤りとなります。はい。ということで、問い70番は答えは4番が正解となりました。はい。ということで、前半戦からですね、生薬漢方たくさん出てきておりますので、しっかりとキーワード拾いながらですね、確認をしておいていただきたいと思いますので、皆さん、しっかりと頑張っていきましょう。はい。ということで、ここまで動画いいなと思っていただいた方はですね、ぜひ LINE などに登録していただきますと、質問などお受けしたいと思いますので、ぜひぜひご利用ください。ということで、本日も動画を見ていただきまして、誠にありがとうございました。